驚愕。大谷翔平、手術の正体は肘ではなく。こんにちは、皆さん。MLB で活躍する日本のスーパースター、大谷翔平選手が手術を受けたというニュース。お耳にした方もいらっしゃるかもしれませんね。一部報道では、肘に何らかの問題があったため手術を受けたとされていますが、ここで、プロの筆者がお伝えするのは、実は、その報道が間違っていたという驚くべき真実です。実は、大谷選手が手術を受けたのは肘ではありませんでした。その正体は、なんと、ズラなのです。はい、聞き間違いではありません。大谷選手が愛用していた髪の毛のズラに、何らかの問題があったため、手術を受けた。のです。不思議に思われるかもしれませんが、実は、プロ野球選手の中には、ズラを愛用して、いる人もいるそうです。スポーツ選手は、ファンの前でかっこよくプレーしなければならないため、ズラを使う、ことがあるそうです。大谷翔平選手も、髪型やヘアスタイルにこだわっており、実は、高品質なズラを愛用して、いたと言われています。しかし、ある日、調子が悪いなと感じ始めた大谷選手は、医師を訪ね、診察を受けたところ、そのズラが、原因で、頭皮に炎症が起きていることが判明したそうです。医師によると、長時間唾を含んでいると、頭皮の状態が悪化しやすいため、ズラを愛用する人は、頭皮の状態に気をつけなければならないそうです。これによって、大谷選手は、手術を決断したというのです。長い髪の毛やズラを愛用する人は、こうした炎症を引き起こすことがあるため、頭皮の状態には十分に注意しましょう。また、プロ野球選手たちがどんな苦労をしているのか知ることができた記事になっています。ぜひ、多くの人にシェアして盛り上がっていただけると嬉しいですね。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。